はい、じゃあ改めましてお願いします。お疲れ様です。今回はネット型スポーツですねのタグ付けをどうやっていくのかっていうところを、まあ、みんなで実践していきたいなと思います。で、実際にこうバレーの先生方と喋っててこんな使い方できるとかこんなメリットがあるんじゃないかみたいなのあったらちょくちょく挟んでってください。はい、では早速やっていきたいなと思います。まあ、今回はネット型スポーツの中でもバレーの方法でやっていきたいと思います。まあ、前回同様動画選択してもらうと担当時間と使用するタグ書いてるのでこのルールでやってきます。で、タグつける位置はサーブを打つタイミングに局面とどちらのチームからのサーブなのかで、その最後サーブからの局面がどうなったか得点失点あると思うのでそこまで横一列に並ぶようにタグ付けしてください。まあ、早速やっていきたいなと思いますが、そんな感じで OK でしょうか、佐藤さん。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。手前が自チームですよ。手前が自チームなんですね。わかります。はい、では行きましょう。よーい、スタート。さあ、行くぞ。12から15、12から15。ここは音楽入るんですよね。シーンとなってる感じで。ここは佐藤さんの、あの歌が入ります。それはプランニング的にやばい。あの歌の呼ばれて言ってるんですよね。これ局面結果ってロストじゃなくて失点とかの方でいいですか。得点失点でいいですね。得点失点でお願いします。はい、これも整理したいですね。確かに。はい。あ、すげえ続いてるラリー。エンドラリー。これ。はい。でもバレーでなんかこういいねって言ってもらえる部分ってなんか皆さんあります？あのそもそもやっぱりサーブだけ見れるとかっていうのはすごくいいって聞きますけどね。サーブのシーンに飛べるっていう、そもそもそこがやっぱ大きいんですかね。はい、それだけでも嬉しいって言ってましたね。なんかあれっすよね、あとこの得点後のウェイっていう。そうですね。喜んでる間いらんねんみたいな先生方多いですよ。あれでもバレエでは絶対しなあかんルールじゃないんですか。喜ばないんじゃないですか。なんか練習試合参加したら面白かったです。なんか回るのかハイタッチしに行くのかって迷子なってる子たまに言ってます。あの子迷子やってちょっと。佐藤終わりました。早っ早っ。時間合ってます？佐藤さん。レシーブはつけないですね。レシーブはつけないです。レシーブはつけないです。サイドアウトとブレイクのルールもほんま分からんってすぐ調べました。最近ディグを覚えましたよ。ディグディグ。ちょっと後でサイドアウトとブレイクみんな分かるかやりません？多分僕結構みんな分かってないと思うんですよね。でもブレイクっていう言葉が結構ポイントになんかなる感じはしますけどね、言葉的に。あ、まあ確かに確かに。タイムアウトはね、でも分かってないはずですよ。しゃあ終わった。終わりました。やばい、分からなくなってきた。さあ、あとはボスとリョウさんだけ。ちょっと待ってください。待って待って待って。終わりました、ボス。終わってます終わってます。一旦皆さんできました？はい、誰か1個サーブつけてないですね、数字が。僕っすね。あ、14分17。あ、ちゃったん？14分ってことはりょうさんっすね。僕、すいません、ちょっとつけます。
中トップ10でも33になってますよね、はい、得失点。8分の人が得点失点に。あ、本当あ、これ誰ですか。あ、すごいタグがついてる。得点俺だわ。俺だわ。これはあの講習会でどっちってなるやつですね。ごめんなさい。これは失点ですよね。消しときます。はい、お願いします。はい、こんな時に使えるのが画面下の再生画面から編集に飛べる機能。ね、いいよ、よしってな感じで、今作業時間としてはどんぐらい、10分ぐらいかな、ここまでつけれましたね。他つけるとしたらどんなタグがありますか。スパイクつけてるチームはあります。スパイク打った人、自チームの時だけつけてるチームはあります。打った選手の名前、打った選手の名前とスパイクみたいな、誰が点取ったかみたいなとこですよね、うん、他なんかありますか。スパイクを打ったらあのもう名前つけてますね。例えばスパイク自チーム〇〇で、それが成功だったとか失敗だったかで、するとその選手のスパイクの成功率みたいなのが出せるので、それやってるとこと、それを全く同じのを相手チームのスカウティングで、相手の背番号ハッシュタグ背番号で全く同じことでしているチームはあります。このサーブの位置じゃなくてアタック打つちょっと前につけるっていうようなイメージですか。そうですね、その場合はサーブはこのサーブを打つ前だと思うんですけど、スパイクを打つ5秒前とかにつけますね。まあ、サーブの位置は位置でつけて、アタックの位置で再度つけるみたいな感じです。はい、その感じで、だいたい先にサーブさえつけちゃえば、サーブこの得点とかから、うん、あ、なるほど、10秒とかそういうの戻ればそのフィニッシュシーンが見れるので、それでつけて、この辺にか、これぐらいのとこにつけて再生したらそのシーンが見れるみたいな。はい、そうです。スパイクのところが連続で見れると生徒たちもなんか楽しそうですね。まあやってみて、まずは今日やったぐらいのタグからプラスアルファつけるならローテーションぐらいですかね、うん、ぐらいから始めて、まあ誰が打ったのか、まあ最後何でどういう形で終わったのかか、っていうとこを付随でつけていければいいかなって感じですかね、うん、今回は本当に基本的な使い方っていうところだったので、どこかでまた第2回ではワンラリーごとというかでつけるような方法でもやってみたいなと。めっちゃ時間かかるから確かに大変ですよね、あれ。あれ、ほんと、上級編みたいな形でやっていきますか。そうですね。ちょっと今回テンション静かめでお送りしましたが。確かに。なんかもうちょっとみんなで盛り上がれるようにやってもいきたいなと思うので、こっから本当にどう使っていくか、ユーザーが知りたいことを発信できたらなと思うので、お願いします。じゃあ、最後はいつもの佐藤さんで締めましょう。はい、そしたら、視聴皆さんありがとうございました。今日もグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。じゃあ、りょうさんの一番話したそうな、尺長なりますけど、サイドアウトだけちょっと解決しましょう。サイドアウトなんて簡単なルールですから、ソフトウェアアップデートが必要ってなった。これはあかんわ。ちょっとこれは、牧島さんので、サイドアウトは、サーブ側が失点して、サーブ権が相手に移った時に、サイドアウトっていう言い方になります。なので、サーブをする側が、サイドアウトされた、レシーブ側がサイドアウトをできたっていう表現になるんですけど、これ皆さんご存知ですか？で、バレーのスポーツの中で、そのサイドアウトできたかどうか、されてしまったかどうかっていう時の、要はサーブの時の配置、相手の配置も見れますし、かつその、自分たちが得点を取る時のサーブ権を持ってくるっていうのには、すごくなんか重きを置いてるチームが多いのかなって話をしていると、そのサイドアウトのシーンにつけることを、僕は結構言われます。頭に全部つけます。サーブ、自チームってつけて、で、例えば今手前のチームがサーブをしますと。で、その、この回が失点してしまったらサイドアウトです。自チーム目線のサイドアウト。で、得点できたら、逆にそれブレイクっていう言い方になります。まあ、ブレイクはなんか言葉的になんとなくわかるかなと思うんですけど、意外と子供たちもその言葉の意味を全員が全員理解してるかって言われると、うんうん、怪しい可能性ある。ありがとうございます。はい。